絶対食べてはいけない太る朝食参戦。今よりもプラス10キロ太っていた私が当時食べていた太る朝食お伝えします。もしかするとあなたは過去の私と同じように太る朝食食べているかもしれません。ぜひご覧くださいね。当時私はまだ腸活に出会っていなかったんです。今私が取り組んでいる腸を整える活動、腸活は細胞レベルで根本的な痩せ体質へと変わっていく方法なんです。表面本位のダイエットはその時だけ、待ってるのはリバウンド。なのであなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わる方法を知る必要があるんです。そのためにはまずデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増える朝食を食べないこと。では絶対食べてはいけない太る朝食3選いってみましょう。今からお伝えする太る朝食に共通するポイントはこちらです。1、悪玉菌がめちゃくちゃ増える。2、体を冷やして結果代謝が爆下がりする。3、栄養バランスが取れない結果タンパク質不足になっている。タンパク質が不足したままだといつまでたっても食欲が収まらないからなんですね。そして最後、血糖値の急上昇が激しい。この太るポイントが全部入っている朝食、早速お伝えします。では太る朝食一つ目はこちら、フルーツジュースになります。って意外と思った方も多いかもしれませんね。当時の私もそうでした。まず朝起きて忙しい、遅刻しそうっていう時はとにかく朝から果物、フルーツのビタミンを取っておけばなんとか持つだろう昼まではと思って市販のフルーツジュースチューッと飲んで終了っていう日もあったんですよね。そうするとどういうことが起こるか、実は市販のフルーツジュースめちゃくちゃ糖分が入ってます。ものによりますがスティックシュガーが10本前後とかね、そういったものを朝お腹が空いた状態、空腹時に一気に取ってしまうと血糖値が爆上がりします。もう急上昇ですから、大して飲んでもないのにもかかわらず血糖値が上がるということはその分それだけ脂肪を溜め込んでしまうっていうことになるんですよね。でしかもキンキンに冷えてますジュース、そんな冷たいものを朝から一気飲みしていればこれはもう体温も朝から下げてしまって代謝が落ちてその日一日絶不調っていうね、あなんかきついなって、もう当時の私は頭痛がすぐ出てたりとかちょっと頑張ったらすぐ疲れたりとか、もう本当に体力なかったんですね。今思えば本当に腸をダメージ受けるような食べ物飲み物ばっかり選んで飲んでたんだな、食べてたんだなと思います。そしてよく質問があるんですね。だったら自分でミキサーでフルジュース作ったらいいんじゃないのかっていうご質問もあるんですけれども、もちろん市販の栄養がないフルーツジュースですね、皮とか全部取られてしまったほとんど栄養が残っていないジュースよりはもちろん手作り無添加のがいいに決まっていますが、私は腸活の観点から朝にフルーツだけをね使ったジュースっていうのはお勧めしてないんですね。朝から果糖、要は糖分を取りすぎます。しかも体が冷えます。フルーツっていうのはもちろんリンゴのようなお体を温めるフルーツもあるんですけども、だったらですね、リンゴだけで作るジュースでいいのかっていう話になりますが、明らかに量が足りないですよね。リンゴ1個は食べると思うんですよね、ジュースするのに。そうするとやっぱり糖分を取りすぎです。しかも栄養がバランスが悪いですよね。リンゴジュースだけでタンパク質は取れません。ですからまず朝起きてお腹が空いてる状態でのフルーツジュースっていうのは冷たいですし糖分が取りすぎなので太りますから気をつけていきましょう。それでは太る朝食2つ目はこちら、グラノーラになります。これもってよくグラノーラ市販のもの買われますと、何かしらわーっといろんな栄養素が書いてあっていかにもバランスがよくっていう風に見えると思うんですが、市販のグラノーラはめちゃくちゃ糖分が入ってます。でしかも当時私はどうやって食べていたかというと、ボウルに冷たい牛乳と一緒にグラノーラを入れて食べるわけですよね。で甘くて美味しいのであっという間に食べます。そして残るその牛乳ですよね。あ、なんか牛乳残ったから
もうちょっとグラノーラ足そうかなって言ってね、さらにグラノーラを入れるわけですよね。でひたひたになって、まあ、全部食べて牛乳も食べ終わったら、あもうこれで満足っていう状態で食べてたんですよ。もうどういうことが起こるか、これも糖分がめちゃくちゃ入ってますから血糖値が急上昇ですよね。脂肪をため込む、しかも冷たい牛乳とセット、そして余計なおかわりグラノーラっていうことで、もうこれもね確実に太る朝食だったなって思うんですよね。ですからやはり甘いものは太ります。朝からしかも血糖値の急上昇、そして冷たいってこのセットもすごく悪いので、朝からこの冷たい牛乳をかけたグラノーラは NG です。そして太る朝食ラストはこちら、菓子パン。いかがですか？菓子パンって便利ですよね。特に忙しい朝はパパッと口に入れたりとか、どうかしたら運転しながらも食べることができる、こういった手軽なものにやはり危険性があるわけですよね。もうカロリー、糖質、脂質、そして添加物とのワースト1位と言っていいぐらいです。もちろん無添加の手作りのパンいいかもしれませんけれども、そもそも炭水化物の塊ですよね。糖質がめちゃくちゃ入ってます。そして小麦はグルテンといって腸を炎症させる成分が入ってるわけですから、もうダブルパンチなわけですよね。そして栄養バランスも悪いです。この菓子パンだけで必要なタンパク質は摂ることは難しいんですよね。もしくは食べ過ぎてしまう。そして一気に血糖値が急上昇しますから、その日一日もう頑張れないわけですよね。もうヘトヘト疲れるとかね、そういったことになりますのがこの菓子パンです。で私もこれが好きで、もう毎朝菓子パン食べてたんですよね。もう砂糖たっぷりかかったメロンパンとかね、もうクリームたっぷりのデニッシュとか食べてたんですよ。太りますよねっていうこと。しかも体力は持たないです。なぜか栄養不足だから。ちゃんと朝から栄養が取れていれば、その日のやっぱり寝る時にね、痩せるホルモンの材料が取れるわけです。ところが偏ったこういった糖質の塊ですよね、こういったものを食べるともう栄養不足。しかも今3つお伝えした朝食は添加物たっぷり入っているものが多いですから、ぜひまずは無添加がベースで、そこからしっかりと私が別動画で痩せる朝食ということでたくさん動画出しています。でぜひですね、この動画見終わったらコメント欄にその痩せる朝食の動画のリンクをご準備して貼っておきますので、ぜひそちらもご覧くださいね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、そしてまた皆様のご感想などコメントいただくととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。